とことんやり込む。どうも、なおちんです。さあ、今日もゼルダ無双をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、いきますね。今日は、インパの武器、3種類あるよね。その3種類ともの隠された刻印を紹介します。武器のレベル上げってかなり大変なので、この動画を見て、自分に合った装備は何なのかっていうのを見つけてあげていくといいかと思います。では早速武器を見ていきましょう。まずはこの武器、かかりこの木立だね。これは一番最初から持ってる武器になるんだけども、これを成長させると隠し刻印で通常攻撃のダメージ 5% アップと必殺技ダメージ 14% アップがつきます。インパは通常攻撃を結構使っていくキャラクターなので、この通常攻撃ダメージアップ、これがついてるのはなかなかいい。残りの4つのスキルを全て通常攻撃ダメージアップにしてしまうと結構ダメージも上がると思うんだよな。まあそれも好き好きだと思うんですけども、かかりこの木立はこういったスキルがついてます。では次はこの武器だね。中心の木立、これの隠された刻印が古代素材が 17% で追加ドロップ、そしてもう一つセンサー登録中の素材が 17% で追加ドロップ、素材集めをするときにつけてるとかなり役に立つ装備となってます。まあこれ古代素材がついてるので、残りの4つも古代素材にしてもいいんじゃないかな。でセンサーには古代素材を登録しておけばさらにね上がるのでいい感じだよね。まあ別にセンサー登録中の素材の追加ドロップ、それを4つつけて自分の欲しい素材をねセンサーに登録してもいいと思う。まあどっちにしろ素材集めにすごく適した装備という風になってます。中心の木立ですね。それでは最後の武器、心眼の木立だね。これの隠された刻印は、1つ目、必殺技ゲージが 10% 溜まりやすくなる。そしてもう一つ、敵を倒した時にハートが一部回復するです。インパは必殺技ゲージが溜まりやすいキャラクターなので、このゲージが 10% 溜まりやすくなるってのが結構マッチしてると思う。そして敵を倒した時にハートが回復する、ボス戦では使えないよね。サブクエの最後の方になると結構ボスばっかりになるんで、その時は使えないけども、ストーリーとか、まあ、サブクエでも雑魚敵が多いとかなんかでは使えるスキルになるんではないでしょうか。はい、ということで今日はインパの武器3種類の隠された刻印を紹介しました。3つとも違った良さがあるので、自分に合った武器をつけてみてはどうでしょうか。はい、ではですね、他のキャラの隠された刻印、これもね全て出していきますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。